するのびっくりだな。今日は趣味飯屋で行ってみたらいい。うまいもんやったってこれは普通の飯屋かと言ってないな。今日はこの音を久しぶりになこの音これなんだ。ノンアルコール、ノンアルコールです。サントリーサル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 ー。わっ、変わったのが見えるね。ビールじゃ来たんけど。野田さん、これもらってきてだろ。醤油とわさびと。はい、してやろうと思って。いやいや、置いて、これ置いてるところにあると。あ、自分で取ってこない。前もこれ忘れたな、こういう。ここね、前も秋ぐらいにこれ4カ所にアリノス、あれをこのアリノスコロリを仕掛けとったら、もう次に行った時はもう全部持っていとったの。餌を、うん、おー、すごいね。もう一しばらくの間こうやったけど、また来たしたけんや、うん、また仕掛けよ。ここアリは多いもん、うん。まあ、この魚、新しい。うん、こういうことでしょ。うん、都会の怖いかもね。うん、野村さんから材料もらったけんが、本当これができた、この台が、うん、2つもできたっけ。あの台さんが来よるね、たまには、うん、こう、うん、あ、その、何、動画を作った台さんとそれ持ってきた台さん別の人ね。まあ、全然違う、うん、動画作った人はもうなんか、それより若いけどもほんと無事じゃないもん、うん、もうあれで女とか作るなと思ってびっくりだよ、うん、俺の方見てこれとかいいびっくりだよ、うん、聞けんかな、うん、あの台さんもこっちに絡みを買うたんよ、絶対見に行って、うん、あの、うちにあるから、うん、あれ5500円やったんや、うん、で、これ5000円にしてよって言ったら、部屋が笑いよ、いやって絶対負けんもん、こっそり言われるよ、俺やったら負けたんや。壁がちょうどいいぐらい吹けろ、うん、このジーパンの生地は、ヘビがコントっていう話だけど、ほんなことやろか。なんで毒ヘビがコントっていう話だ。ほんでこのジーパンができたとってやもんね。あ、ほんと、うん、あ、叩いて、うん、この、染める、草の匂いって言ったかな、うん、ガスカントっていう話だったよ、エリア、うん、で、この色のジーパンになっとるっていう、うん、いや、俺ヘビよりも昔の気持ち悪い、ずっとするなんか、とにかくあの、ねんねんしたの気持ち悪いね、あれ作るとき、あの辺から石持ってきてたよ、うん、よっと、周りから持ってきてた、あの辺から持ってきてた、思ってたよ、思ってやった、都合のいい大きいのってないっちゃもん、うん、困るのいっぱいあるけど、困るの大変やもん、ブロックのぐらいの石がいっぱいあればね、うん、それも四角形の、うん、あの場所によってはそういう石あるやん、うん、そういう割れ石や、うん、あんなやったら最高や、うん、何個で売れる自然石のそういう四角い細長い石や、これ何人ぐらい来ると、まだ去年のメンバー7人ぐらいと、え7人ぐらい、黒木さんも来るじゃん、それって言うか今のところ来るって言ってないけど、これかもね、うん、これ新しいよ、ほんとね、朝焼けに直したら、うん、あ、一緒のもんやね、今朝のやつやろね、うん、いや、一緒のもんや、うん、うん、うまい、これ新しい、うん、昨日の夕方、あ、とにかく昨日ぐらい取れたやつやないか、うん、移動の時間がないけんね、そこで作って、こうやって全部掘りこばして、あの辺まで全部取ったやつところはなかなか次のツアー入りにくいね、うん、なんかあの YouTube によったらその人見たことないけど、あの演芸師の人はおるんよ、うん、演芸師の人は、うん、その人はタイトルは雑草は抜くなって書いてもらって、うん、どういう意味かなってこんな見ちゃうと思って、まあいろいろおるよね、あの実践的なところで聞いたらもうそれでいいっていう人もおるし、うん、やっぱり抜かない感じの人もおるし、でもここはさ、もうずっとほったらかししとったけんが土がこういうとこだよね、ずっともう積み重なって、うん、領土みたいになって、うん、もうこれ、あの、医療やらんでもよそだつもん、うん、そこで炊いた灰をこう、時々やった、うん、うん、灰がいいよ、入れとるでそこ、灰とかの草の腐ったのね、うん、もう草を積んで、溜めとったところはもうあの微生物がいっぱいになってさ、発酵してるもん、うん、そういうのがいいよ、うん、で、はぶくはぶくって言ったら下が出てくるみたいな、こんにちはって、うん、
また降るって書いてあるもんね。熊本よう被害がなかったね。戦場なんか降雨帯が一時上がったけど、さっき熊本よう水害ありたもん。東京なんかすごいね、地下、ものすごい大きな地下にあの雨水が溜まるとこ作ったよ。さすがだ。生水はもったいないよね。どこでもエネルギー源にもなるやろしさ、溜めとけば。あれは素晴らしい。久しぶり食うたな、昼に。今朝6時、あ、5時半に飯食うたもんね。5時40分頃に。よう入るね、そんな時間に。いや、もう無理やりよ。いや、コンビニで買おうかなと思ったけど、もったいないな。残しますね。コンビニで買うたコーヒーとか買いよったら、もう500円以上になるもんね。それ、さばっぱいったらもう、1000円近くになるで。こういうことしていかんと、小野田さんに失礼や。小野田さんも日本によっては残してろな。あなた、ブラジルからパイタやろ。うん。兄さんかなんか食べて。そうそうそう。すごい人だ、あなた。日本帝国軍人の鏡。あなたも戦争の犠牲者やな、かわいそうに。
はい、今日は二人なので進みましたよ。この応援四万十の風さんの応援の威力、この綺麗さっぱりツルツル。向こうはまたですね、実はここにイノシシが来てましたね。はい、そこも買ったし、ここも買ったし、こういう感じです。こういう感じです。きれいさっぱりになりました。で、ここにはこの次の草をが生えてこないかどうか、この黒いシートを張ってます。トイレまで、仮設トイレまで、ここが手強いです。ツルがあるので手強いです。もうあそこまで刈りました。3分の2ぐらいは進んだかもしれない。3分の2はまだ行ってないかな。はい、なりました、なりました。はい、今日は寄り道で買い物をして帰るので、お魚とか買って帰るので早めに帰ります。いやー、見晴らしよくなった。どうよ。はい、ということでまた次回草刈りをやります。バイバーイ。